千葉県千葉市中央区にある MF デンタルクリニックの安田です。今回は高血圧の方のインプラント治療についてお話しします。高血圧の方はインプラント治療ができないかという質問ですが、インプラント治療は基本的にできます。ただ状態によってはもちろん禁忌の場合もあります。できない場合もあります。やはり内科歯科の連携をとって、内科の先生が抜歯が大丈夫、間欠処置といって手術が大丈夫と判断してからの施術になります。その時にはモニターなどをつけてしっかりと体調を管理した上で、こちらもインプラント治療を行っております。どんな状態でもまず疑問質問があればお問い合わせください。お待ちしております。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。